吉田っぽいですよね。そうですね。ねこの二人は割とお互いに結構余裕っていうかね、か実際の動きとは裏腹の要するにインサイドワークある持ってるんですよ。うん。要するに吉田もなんか結構ポーカーフェイスにポーカーフェイスなところあるんですよ。ええ、この野郎とか言って表情を出してるんだけど結構冷静な部分っていうのが。なるほど。だからそういう意味でやっぱり最終的には裏の掛け合いになるんじゃないかと思うんですけども、それからこの試合の前にリングがちょっと故障したんで予想以上に試合と試合の間が時間が空いちゃいましたよね、はいはい、それで観客席の、まあ、お客さんですよね、集中力がちょっと落ちちゃったんですね、そういうところを井上京子が敏感に察知しちゃってるなって感じがしますよ ね、 いや本人もね下でちょっと見たんですけどね、割とこの時間緊張してましたよ、万歳が出たのはいいけれど、あこれはすごい、だから今日はそういう面白さのルチャの面白さの部分を一切排除してますよね。てかちょっと吉田麻里子がチャンスを握ってやろうかなとするとちゃんと読んでて外してくれますね、井上京子の方は。司逆へ行くところは今日は結構厳しいレスリングをしてますという、なんか非常にそれがそれで分かりやすいんですよね。腰一点に狙いは絞ってますね、もうさっきの普通の逆エビ、逆肩エビとかボーアンドロー、それでねこれ井上京子首を痛めてるんですよ実は。なるほど。だからなんかずっと数日前からなんか整体行ったりとかですねしてますんでね、これちょっと気がつかないと思うんですけども、そういう意味でやっぱりシリアスな部分っていうのがあるんじゃないですかね。ちょっと今日はブリッジ技は期待できないということでしょうね、というかやっぱりかなり痛いみたいですよ首は。一見頑丈そうに見えますけどやっぱり連日のやっぱり激しい展開でやっぱりもう少なからず故障はありますよ。なるほど。やっぱり10分あっという間に過ぎますね。そうですね、これ考えてみたら戦う2人にとっては残りねまだ優勝まで2試合あるといって もうこれほとんど負けたら終わりですから、決勝戦みたいなもんですよね、おそらく。だから気が抜けないわけですよ、意識としては力のバランスが難しいですよね、激しいですね、ちょっとどよめきがありましたね、うん、今のはこれはね当たってますよ、フェンスがないんで逆にそれがなんか効果ありましたね。やっぱりこれお互い力入ってなかなか持ち上げて、あ吉田が上げましたね、あ恐ろしい、マットがないのに。これねメキシコの、ね、リングもマットってないんですよ、あ、はい、だからやっぱり本当に飛び技っていうのは本当に自殺行為っていうかここ一発としか出せないんですよ。あそういう面で場外に飛ぶやつをスイシーダー、そうそう入水自殺ですね、はい、あ、いた、あ今のはいいタイミングでしたね、全く躊躇せずに相手が立ったなと思った瞬間にもう走ってっていきましたから。あ、何ですかこれは。これはね、半回転のプランチャーですか、今日はもう出し惜しみしてないですね、最初から吉田は。やっぱりね、京子みたいなね大型の場合は本当飛び道具続けるしかないですよね。そうですね、あ、最近よくフィニッシュになってる、お危ない、今勝負かけたんでしょうね、これ結構フィニッシュになってますからね、吉田としてはなんかね、吉田が普通な表情じゃないプロレスでも久々じゃないですか。
むしろ京子の方が普通だよね。あ、なんか京子は膝やったんですかね、左膝だいぶ痛がってますけど、2月切ってますからね、はい、おやっぱり正確ですね。この吉田はね、いつもこの 2.9 いくつかの返しっていうのが本当に妙技ですよね。そうですね、もうだから見てる方としては本当ハラハラしちゃうんじゃないですか。あ、ナイアガラのポーズが出ましたけど、あ、これはまだやっぱりあのこれ食らったらおしまいって技がありますから、これね、京子は非常にナイアガラって技を大事にしてまして、必ずフィニッシュ取ってるんですよ。あ、あ、頑張ってますね、吉田もね、簡単には決めさせない、なだれ式ってあんまり使わないですからね、井上京子は、うわやられた、落とされたはいいけどね、井上京子もよく見てるっていうか、やっぱりインサイドワークではね、やっぱり地の上ですよ、2枚ぐらい上ですね、うん、ちょっとこれは目離さないですよ、いつ決まるか、吉田はああいう勝ち方しかないでしょうね、狙ってそうでしょうね、吉田はね、あくまでも内野から、ああ、まだかしら、あくまで内野からで決めるぞという京子と、絶対に食らわないというマリコさんの、そうですね、そういう攻防ですね、なんかそれだけ見てても面白いですよね、これ DDT がありますよね。すごい破壊力、いや吉田はね、こういうね、こういうのうまいですよ、あ、結構冷静なんですね、いやー今やっぱり、あぶね、回転ですね、三角跳びからのダイビングローリングクラッチ決まりました。すごい吉田コールです。改めましてジャパンの B 準決勝は吉田マリコ選手が進出いたします。どうなんでしょう、これは金星なんですかね、いや、吉田にとって同期なんで金星じゃないとは言えないんですけど、やっぱりか、ね、全日本女子のランクから言えばやっぱりね、井上京子というのはやっぱり上位ですから、いやでもこれはもうしょうがないですよ、まあ、京子コールも起こって、非常にこの2人の、ね、戦いまだまだこれからですからね、ああなんか京子は泣いてますね、うん、この敗戦は悔しいでしょうね、いやまだ来年ありますよ、ジャパングランプリ92準決勝進出を決めた吉田麻里子選手です、おめでとうございます、ありがとうございました、今日はあくまでナイアガラを決めようという向こうの作戦と、それは絶対に食らわないというこちらの作戦の戦いだったような、もうナイアガラ決まっちゃったら返す自信がなかったんで、それより前にと思ってよかったです、三段跳びからの回転エビっていうのは、はい、狙ってたんです、今日ちょっと悪かったんですけど、もう意地で抑えちゃってよかったです、すり入っちゃった、今日はあんまりテーピングしてないですけど、はい、体調良くなってきたんですか、はい、それではじゃあ準決勝の方頑張ってください、はい、頑張ります。